今日もお客様からの質問をネタにお話ししようかなと思います。今回は持っておくべき工具についてお話ししようかなと思います。で、今回の動画案件じゃありませんので、特に紹介してくださいとかって言って依頼で仕事として紹介してるわけじゃないんで、そこはご注意ください。何も仕事とか受けておりませんので、とりあえず持ってる工具紹介しますんで、最低限持ってた方がいいです。なんでかっていうと、絶対に工具が必要な場合が絶対来るからです。例えばこうやって常日頃リペアショップに頼んでメンテナンスしてもらえてるんだったらまだいいんですけど、基本的にビス類で止まってるんですよ、部品ってね。ビス類ってのは基本的に弦の振動で緩みます。必ず緩みます。で、その緩んだ状態で使ってるとトラブルが必ず起こります。必ずと言っておきます。本当に必ず起きます。だ、それを防ぐためには緩むものはマシ締めっていうか、いわゆる、バイクと車のどっちも乗ってなかったら何とも言えないんだけど、いわゆる走り出しの時に何か念押し飛ばし目みたいな、その言葉あるんだけど、それはもう置いといて、とりあえず外れちゃまずいものが外れないかなっていうチェックして問題なかったら乗らないといけない。一応これね、法律で決まってんです。確か法律っていうか、教習所で習うことなんですけど、とりあえずそんな風なのがギターにも同じことが起こるんですよね。例えばチューニングが狂いやすいっていう症状には、例えばペグが緩んでませんかとかね、大体緩んでます、皆さん。なんでかっていうと、ギターとはそれバイクとか車を絡めて言うんだけど、ついてる部品とついてない部品があるんですよ。なんでかっていうと、バイクとか車ってトラブルが起きたら人が死んだりするから下手なことできないんですよね。だからこそこういう部品一本一本、全部とは言わないけど、ちゃんとその規定の力があったりとか、あとそのワッシャー、スプリングワッシャーっていうのが入ってて、この何で緩まないように、なるべく緩みにくくするような部品があらかじめ組まれてるっていうのがあったりするんですけど、ギターにはそれほど重要視されてないから、別にこれ緩んだところで締めればいいで、締め直せばいいでしょうとか、別に人が死ぬわけじゃないしとかって言って、あとはそのお金かかるこういう細かいところも経費削減じゃないけど、お金かかっちゃうからそんなところまでお金使えないよとかね、そんな風になってたりしますから、基本的に使ってたら普通に緩みます。だからそれも含めてマシ締めする工具が必要なんですよね。で、とりあえず先に何でしょうね、ドライバーからいきましょうか。これ実際自分でも使ってますんで、これおすすめです。これベッセルって、これそんな高くないですよ。これ1本1000円ぐらいかな。一応メイドインジャパンだと思うんだけど、安心の日本製だからって言っていいとは限らないけど、ただこうやって自分で使って、実際この現場でね、週の現場で使ってるっていう意味では、この工具おすすめです。ベッセルってやつで、これの1番とか2番とか、これ気をつけないといけないのが、ここの大きさって違うんですよ。やっぱよくあるのが、別にこれ知ってると知らなかったら、別にどっちでもいいんだけど、ただ合わせてみて、なんかこの隙間多くねってやったらやめてくださいね、使うのね。いわゆるこのジョイントボルトとか、ペグのビス穴とかでもいいんだけど、ビス山とかでもいいんだけど、ブリッジとかでも、とにかくプラスドライバーで止まってることって結構多いんですよ。で、そこを締めようとした時に、なんかガバガバだなって時に、そのガバガバのやつで無理やりやると舐めるというか、そのビス山が壊れて回せなくなっちゃうんですよね。だからそのサイズに合ったものを買ってください。基本的に1番と2番持っておけば問題ないと思います。で、1番と2番で、たまでもギターであるかな、3番とか使うことでないと思うんだけど、でかすぎるっていうか、だから基本的に1番2番持っててください。それでまず事足りるかなって思います。たまにその1番よりもちっちゃいそうなビスがあったりするんだけど、そん時はその大事なところっていうか、一般的なところはまず1番2番で事足りると思うんで、そん時はそのドライバー買えばいいと思うんで、とりあえず普通にはこのベッセルの、もちろんこれ常にケースに忍ばせておくってわけじゃなくて、普段に例えば家とか、なんていうの、自分用に持っておくというか、携帯用はさすがにしょうがないんだけど、重たいとか大きさっていうのもあるから、それはなんか安い、安いとも言い切れないんだけど、なんかあるじゃないですか、このドライバーセットみたいな、あれでもいいかもしんないけど、だいたいああいう工具はチャッチーです。で、なおかつちっちゃいから回しづらいんですよ。だからそのよくあるトラブルが、そのドライバーの刃先が合ってないで使うやつと、あとそれプラスこの力かけづらいから、ちっちゃい工具使って、だからこそなんか無理な力で壊しちゃうとか、そんなパターンが多いので、基本的にこうやってなんか少ない力というか、回しやすくするためのこの絵がなんかちょっとこんもりしてるみたいな、手にフィットしやすいみたいな、そういう工具で回すと失敗も少ないし、なおかつこういうなんか先端がちょっとこだわって、なんかこう何ていうの、この何かしらの効果、滑り止めの効果がこうあったりとか、ちょっとそういうのが、なんていうの、この作業中にやっぱこう滑り止めで食いつきがいいから、すごく回しやすいとか。で、こういう工具って、やっぱなんていうの、高いって言っても、1000円ちょっと、1000円しないんじゃないかな、なんだけど、
っぱそういう、ね、付加価値が意外といい仕事してくれるんですよね。だからこういう工具買ってください。だ下手な工具使うと逆に壊したりとか、いいこの調整って別にそこまで調整のためだけに買うことでおすすめしないけど、多分難しいと思うから、とりあえず日々の緩み止めってだけはやっててください。二次災害が絶対起こりますから。だからそういうと、二次災害の、その二次災害を防止するためにも、こういういい工具使ってください。いい工具って言っても別に高くないから。で、下手な工具で使うと、その二次災害が三次災害とかまでなっちゃうから、ぶっ壊しちゃいましたとかね。で、一番最悪なのが、ネジ山ぶっ壊して取れませんとかね。取れませんって時は一番大変なんですよ。だから取るためにお金かかりますからね。で、その最悪、そのなんだろう、ネジがネジ山崩して、もう外れなくなりました、どうしようって時は、こういうネジザウルス、これも高くないです、ネジザウルス持ってた方がいいです。これ何かっていうと、ここの先端がちょっと特殊で、わかるかな、なんかこう挟むようにできてるんですよね。これガチって挟んで食いって、なんかプライヤー、バイスプライヤーみたいなのがあるんだけど、このバイクとかの用品でも、まあそれはさすがに大げさなんですよね。さすがにバイスプライヤー使うほどの、まああるんだけど、もう錆びさせすぎてね、錆びさせすぎて回せないって時には、まあ、バイスプライヤーみたいなもので挟んで、なんていうかな、サドルの固まったネジ回すとかもあるんだけど、例えば、これいくらすんのかな、ネジザウルスって、多分、1500円ぐらいじゃないかな。これ持っとくと言ったら、これ一応ペンチの代わりにもなるんで、下手なラジオペンチ買うぐらいだったら、これ買った方がいいんじゃないかな。だから、下手なラジオペンチよりかは、まあ、ペンチ、まあ、正確にラジオペンチの代わりではないんだけど、ただ、ペンチの代わりに、もうこのネジザウルスの、これ買っててもいいんじゃないかなって思います。一応このラジペンタイプもありますんで、ラジペンタイプって言えばいいのかな、こういうのもあったりするんで、こうやってつまめるやつ持ってた方がいいです。さっき言ったネジ山が潰れてます、錆びて回りませんってやつ、無理に回したらおそらく絶対にこのネジ山ぶっ壊すんですよ。六角ね、芋ネジとか錆びたら、その芋ネジが錆びた状態で、六角のちっちゃいなんでこれ L 字で回したら絶対中のこの六角が舐めるから、そんなんで回したら困るから、一回パーツ外して、こういうのでその飛び出たとこつまんで、こいつで回して動くようになりさえすれば回るようになるとか、まあ、もうそもそもそうならないように使わないといけないんですよね。だから日頃からなんか556みたいので油塗っとくとか、なんかもう手汗がすごいんだったら、そういう日々のケア、汗がついたら拭き取るとか、綺麗にするとかしないと、エアブローで汗飛ばして、細かいところにちょっとシュッてこう浸透させるぐらい、556しとくだけでも錆びませんので、で錆びた時に、まあ、もう最悪パーツを変える、回せるうちに外して交換するとかしとかないと、錆びました、回りません、どうしましょうかって時に、もうじゃあ部品丸々交換しましょうねとか、じゃあこれを外すために普通に回して外れないから、じゃあこうやってなんか余計な作業が増えるんで、プラスいくらの工賃にかかりますよとかってなってきますから、基本的には将来お金がかかることになります。だからそういうのを防ぐために日々のメンテナンスが大事なんですよって話ですよね。で次にナット類ね、別にこういうボックスタイプ、例えばこういうのもなんかレンチなんかセットみたいなの普通に売って、これ3つぐらいかな、3つセットぐらいで、これも1000いくらとかで買えます。ただ使うやつって大体8か13かな、安いパーツってあんまり良くなくて、例えばジャックとかポットとかもそうなんですけど、基本的に安物パーツって壊れやすいから、安物パーツが付いてる時点で交換してた方がいいです。特にセレクターね、セレクターとジャックの安物はすぐ壊れるから、まずここは必需品として変えた方が絶対にいいです。使っている時に壊れたり、大事な場面で壊れたりとかするから、それまでそれのなんでその時に痛い目見ないように最初から交換してた方がいいです。で何やるかなんだけど、こういうやつおすすめです。こんなやつもうまとまってるやつね、例えばこれ12、13、14、大体この13はこれマスキングやってるのそれが理由なんだけど、ジャックとか、この例えば CTS とか、いわゆるインチサイズね、インチサイズとか、普通のジャックとかで13ミリとかこれ使えますんで、だこれとかで13ミリよく使うんじゃないかなと思います。で、次に8ミリとか、あれどっか持ってたけどね、あれもう一個あるんだけど、これの8ミリタイプ、この8ミリが入ってるやつね。とか、こういう3つセットでもいいかなと思います。これなんでかっていうと、これって回しやすいんですよ、こんな風にしてね。だ回し、まあ、ただ気をつけないといけないのが、回しやすいからって思いっきりうんってやったら壊れますから、そこをまず気をつけてくださいね。大半が締めすぎになります。まあ逆もあるか、締めなさすぎもあるから、どっちも両極端なんですよ。いや、これ緩すぎますよってパターンと、いや、これ締めすぎですよってぶっ壊すパターンとか、あと気をつけないといけないのが、ナットを斜めに入ったまま突っ込む人は最悪なんで、これは本当に最悪なんですよ。なんでかっていうと、ネジのこうギザギザがこうやってあるじゃないですか。このギザギザにこうちゃんとはまって、手で
回っていくんですよ基本的に。だからその手で回して奥まで入れて、それが固まってから最後にこうかけて締めるんですよね。それをせず、例えば斜めったままこうやって入れると、あの固着って言ってこの固まっちゃうんですよね。固まるとどうなるかっていうと、これ今度外せなくなるんですよ。外せなくなったらこれさらに最悪で、でこれ もし本当に何やっても外れなかったら壊さないといけないんですよね。だから本体丸々交換、だいぶこれ壊して取ることになったらもうこの部品使えないから交換ってことと、なおかつこのぶっ壊して取るってのもまた大変なんですよね。だって金属パーツでしかもちっちゃいから。だからこそこんな余計な作業をしないように、この間違った付け方だけは本当にやめた方がいいです。基本的に手の力だけで最初は入りますんで、そこまで確認してから工具を締めてくださいね。そうじゃないと本当に痛い目見ますんで、とにかく緩めすぎと締めなさすぎは気をつけてください。じゃあどんだけ締めんだよってことが、だいたいねこんなちっちゃいナットだったらもうこんぐらいでいいです。これぐらいでもうこんぐらいで構わないです。ただその入る部品が中がどうなってるかも重要なんですよ。いわゆる例えばあの中がちゃんと、これよくあるのが、部品がつくときにそのいわゆる締め付けた、まあ、その部品がつくところのなんていうの、この底面がボコボコしてたり、このフラットじゃなかったりするんですよね。いわゆる食い込んだりするんですよ奥に。だから食い込んでるんだったらまだこのロックされてないって言ってる意味わかりますかね。食い込むからまだこうナットに力かかってない状態になるんですよね。だからそれを締めてって、この完全に固まるところどっかで止まんないと絶対これトルクっていうかこの力かかんないから、あ、意味わかるかな、これちゃんと締めたことになんないんですよね。だそこをちゃんと把握しないといけなくて、だそれを把握した上で、あ、これでじゃあちゃんと締まりきったんだなって、締まりきったところ、ここからちょっとクイッてやれば OK なんだなってところのラインをちゃんと見極めて締めないといけないんで、そこら辺はちょっと経験というか、まあ、ちゃんとしたこの内部構造を理解して使わないと余計なこのパーツ破損等につながりますんで、そこもちゃんと確認が必要です。基本的にこんなもんですよ、持ってくべき工具。だからその、まあ、こういう、まあ、最後におさらいしますけど、このドライバーだったりペンチ類だったり、あとこういう六角ナットを回すための工具だったり、まあ、これさえれば十分かなと思います。一応この弦を切るとかだったら、例えばまあうちはこういう食い切り使ってますけど、こんなやつね、もう専用のバッチンできるやつね、おそらくこれすごい、まあ、金属は金属、まあ、鉄ね、鉄の線とかだったら多分4ミリ5ミリまでいけんじゃないかな、そんぐらい硬いものを切れるやつなんだけど、あの基本的に弦とかのメンテナンス工具はこういう専門工具っていうか、この食い切りっていうか、これ名前なんていうのかな、正確にはちょっとわかんないんだけど、なんか本当にすごい硬い金属で、なんかあのまあそれ詳細見た方がいいですよね。その今言った金属のこの棒が何ミリの大きさまで切れますよって、これがでかければでかいほど相当丈夫です。ただあのそれが太ければ太いほど、この本体も例えばでっかくなるから、例えばこんなやつみたいね、こんなやつみたいにあの太いものがもうめっちゃ切れますよってことは、これ自体もものでかくなるから、あの限度は必要ですよ。だからじゃあ太いものまで切れるんだ、お得じゃんって言って何も考えないで買ったらこんなのが届きますからねまあそんな間違いを起こす人はいないと思うけど、だからそんな風にだいたい弦切るぐらいだったら、まあ2ミリぐらいまで対応してればいいんじゃないかな。で、まあ、ベースだったらもっと太いやつがいいですけど、で、まあ、そのニッパーとか買えばいいんじゃないかなと思います。間違ってもギター用とか楽器用で売ってる工具だけは買わないでください。チャッチーです。で、チャッチーくせに高いんで、だったらこの専門工具っていうか、専用のホームセンターとかで売ってるような工具を買ってください。絶対に楽器用よりも安くて性能がいいものが買えますんで、まあ、基本的にそれぐらいさえ用意してればいいかなとか、あとこういう六角とか、こういうのも、何ていうの、あのうちはこれじゃなくてもね、あの KTC とか、これ見えるかな、ちょっと大きいやつか、大きいやつに言ったら名前見えるかな、あ、こんなやつね、見えないよな、あの別にあのうち KTC とかこういうの使ってるんですけど、これ見えないよな、まあ、とりあえずあの KTC とかいい工具使ってるんですけど、あのメンテナンス程度だったら安いので十分です。でこういうちっちゃい工具ってさっきも言ったけど、力かけづらいとか、こうやって長いとこうしてちょっと奥まで、なんていうの、例えばでもこんなあんまないかな、六角が奥までこうやって使うことって、まあたまにあるのがトラスロッドとかの調整とかであるんだけど、まあこんな長いやつもまあ使うかな、まあ短いよりかは長い方持ってた方がいいんじゃないかなと思いますけど、日々のメンテナンスだったら安いのでも十分です。でぐらいですかね、という感じでした。じゃあそんな感じで、あの工具持ってませんってのはちょっと、うん、どうかなって思いますんで、でそれでだったらといって、その変な安いものを買うのもどうかなと思いますんで、
これぐらいの工具さえ揃えておけばまあバッチリじゃないかなと思いますんで、参考にしてみてください。じゃあご清聴ありがとうございました。ちょっと言い忘れの編集です。編集中で気がついたんですけど、あ、言い忘れてるやってことだと数字ミスってました。あのよく使うのは10ミリです。あの8ミリも一応あるんだけど、あの10ミリよく使います。例えばペグね、あのペグ、例えばあの弦張ってたらあのソケット入んねえじゃんとか、あとディープソケットって言って、例えばここの中ね、ここの中がこう空洞になってんすよ。これで空洞になってて、ここがね、あの例えばこの長いやつをこうやって入れた時に、例えばこの浅いとこの先端がぶつかっちゃって奥のナットまで入んなかったりするから、こういうちょっとディープソケットタイプっていうのは意外と使う時があるんで、まあ、このタイプを持ってた方がいいんじゃないかなって思います。よく使う工具はね。でなおかつあの弦張ってあるペグとかはこの10ミリね、先端が10ミリになってるやつを横からこうかけて締めること多いんで、ギターの場合はね、だから10ミリよく使うかなと思います。ってことと、あとトグルね、あのあれ穴がち、あのトグルのこの回す工具にこれおすすめです。ちょっとこれ名前がわかんないんだけど、これなホスコだったっけ、あそうホスコのね、ホスコのこれおすすめです。あのトグルのナット回すのって意外と少ないんですよ。一応あるんだけど、なんかこのギザギザがこういっぱいついてるやつとかでこうグイってって回すこともあるんだけど、あの最近こういうのがあるんでこれおすすめです。こうやってカポッティでこう締めれるとか、あとこう横っちょにこうやってナットだったり、あるさっき言ったこのギザギザね、こんなのがあったりするんだけど、この工具あるんですよね、どっかしらかに。あ、これだ、これとかあるんだけど、これが一個にまとまってるやつとか、これいいんじゃないかな。例えばこういうのもここでこうパーツにこうスライドさせてこう引っ掛けてこうグイってやったりとかね、するとか、まあ、一応これ1個も意外とコンパクトになるからおすすめじゃないかなと思います。だからこっちは10か11って使うかな、まあその辺はいいんだけど、でここ10ミリのナットをここで締めれるよとかね、そんな風にあるんで、このホスコのこれおすすめです。あ、もう何回も言うけど案件じゃないからね、本当にいいものはこうやって紹介しますんで、あのパーツメーカーさん自信があるんだったら私のところに持ってきてください、送ってください。 お金は払えませんよ。当たり前ですか。一応言っとくけど、あの本当にいいもの、自信があるんだったら自分にこうやって送ってくれたら、あのタダで紹介しますから、損代わりこの好きなこと言わせてください。いいものだったら本当に褒めます、ダメなものだったら本当ゴミだなってはっきり言いますんで、だからあの自分にもうはっきりもう自信持っているけど、自分にこの案件とかの仕事来ないってことは、あ、じゃあ自信ないもんなんでしょっていう、だから自分をスルーするってことは、ああじゃあ本当にいいもん作ってないんじゃないのってはっきり言えます、自信持てますんで、だ本当にいいもん作ってる自信があるんだったら私に紹介させてください、よろしくお願いします。じゃあそんな感じで補足動画でした。ご清聴ありがとうございました。